両方のファンの方々またね選手もね、はい、それに応えて素晴らしい試合見せてくれましたよね、放送席今ヒーロインタビュー始まりそうです。そして西武ドームのマリーンズファンの皆さん、今日流れをつかむ先制ホームランを放ちました鈴木大地選手です。ありがとうございます。ファイナルステージ進出を決めるホームランを放った気分はいかがですか？そうですね、本当にまず1戦目にベテランの方の大きな背中を見せていただいたんで、もう若い自分はとにかく全力でプレーするだけだと思ったんで、それが本当にたまたまホームランになってくれたんで良かったです。このシリーズ通じて積極的にファーストストライクを打っていく姿勢が目立ちました。大地さんの中では意識はどうだったんですか？まあ、とにかく甘い球を打ちに行こうと思って、本当は三遊間にゴロっていうイメージだったんですけど、なんかライトに飛んでくれました。イメージ以上の当たり、手応えはどうでした？ガッツポーズも出てましたね。そうですね、本当に打球見ながらライトスタンドのロッテファンのところに飛んでいってくれたんで、思わずガッツポーズが出ちゃいました。昨日はたくさんの点を取られて嫌な感じにもなったかと思うんですが、切り替えというのはうまくできました？そうですね、もう切り替えて今日ということをみんな言っていたので、本当にチームが一つになれた試合だと思ってます。これでファーストステージは4回すべて突破です。大舞台でのこの千葉ロッテマリーンズの強さ、2年目の鈴木さんはベンチでどう感じてますか？いや本当さっきも言ったんですけど、本当に先輩方の大きな背中を見させていただいたんで、もうとにかくこの勢いのまま仙台で勝ち抜きたいと思ってます。今日も敵地にもかかわらずこれだけたくさんのマリーンズファンが駆けつけてくれました。また3位からの史上最大の下克上望んでいる声が多いと思います。ファンに向けて一言お願いします。そうですね、本当に2013年の下克上を自分は中でやらせてもらってるんで、ファンの皆様と一緒に勝ち上がりたいと思っていますので、最後まで熱い応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。神々です。栗山キャプテン、まあ予想もしなかった展開なんで、まあこういう勝ち方は嬉しいですけど、まあとにかく明日があるんで、まあしっかり気を引き締めなあかんなという気持ちですね。はい、やっぱりみんなそれぞれ不安を持ってプレッシャーがかかりながら今日の試合を迎えたと思います。僕のことになりますけど、まあ今日はレフトの守備位置ついた時に皆さんの声援を受けて、また明日もここでやりたいなと、そしたら今日勝つしかないなと、まあ、そういう思いを胸に、強く思いながらですね、今日は試合に臨みました。はい、まあね